はい、これはですね、しらす屋って書いてあるのかな、のものですね。まあ、あんまり旅館とかそういうマニアではないので、あんまり詳しいことはわからないんですが、まあ、しらすな館っていうね、ところがあって、なかなかいいですよね。まあ、こういう旅館とかホテルって、場所によってね、まあ、中には失礼なところもあるんですけども、そういうところはたまにしかないもんで、ほとんどのホテルっていうのはちゃんとお客様をおもてなしますから、外国の人だろうと日本人だろうと分け隔てなく、受け入れてくださる。ですから、まあ、なかなかそういうところが、非常にいいなというふうに思いますし、まあ、旅館っていうとこう落ち着くなっていうね、まあ、じいさんかよっていうツッコミがね、あるかもしれませんけどね、なかなかこういいなというところがあってね、良いですね。この色使いもまた、こうやってね、このシリーズね、みんな旅館の子とか、温泉とかを、まあ、舞台にしたバスなんだけど、全然ね、違うんだよね、風味が。こういう色合いが全然違うっていうのも、また面白いものがあるなというところですね。どうもありがとうございました。